い、皆さんこんばんは。先ほども申しました通り、今日はですね、まだ特別番組という形で、これからお話ししていただければいいかなと思います。今回はですね、松代にですね、立正大学の先生方お三人さんと、あと学生さんですね、合わせて13名ほど、おいでいただいて、松代の町の中をですね歩いたり、夢空間の取り組みなどをね、お話、講師講演したりという形でやっております。その関係でですね、一通り、急遽お願いして出ていただくことになりました。よろしくお願いします。そうしましたらですね、お三人さんですけども、杉先生の方からちょっとご自己紹介みたいな形でお願いできればいい、よろしくお願いします。立正大学経済学部の特任教授をしてます鈴木です。松代の皆さんとは、 NPO の皆さんとはもう23年ぐらいになりますかね、もうお付き合いありますが、今日は本当に案内していただきましてありがとうございました。よろしくお願いします。はい、はい、じゃ続いてお隣、はい、桜井さん。はい、はいはい、立正大学経済学部准教授の桜井と申します。よろしくお願いします。今日は松代の方は実は初めてでありますが、今回の、授業の一環で、町の方を 見させていただいて、勉強させていただいております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次お隣、小林さん、お願いします。はい、立正大学、講師をしております小林と申します。私も、松代に来たのは初めてで、このようなジンベエ姿でいると鏡温泉に、ついさっきまで入っておりまして、大変いい酔いでありました。すいません、今晩松代の夜をゆっくり楽しませていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ですね、今回立正大学の先生方においでいただいたりとか、学生さんが来ていただいたりという形でですね、今日と明日という形になりますかね、そうですね、お店の方も行かれるという形で、はい、今回の目的って何でございますかね。今回の目的はですね、はい、学生が座学とともに現場に来てですね、はい、そして地域の現状とか課題を学んだりですね、それから地域の経済も学んだり、それからまちづくりや住民の暮らしの活動も学ぶということで、立体的に松代を学びに来たということです。はい、学生さんっていうのは、まだ、これ今19歳とかっておっしゃってるんで、年齢的にあれですと1年生なんですか。そうですね、1年生と2年生が中心ですね。1年生、2年生、はい、これは、はい、こちらへ来るって言ったときは、どういうんですか、募集かけるんですか。はい、そうです。この授業はですね、はい、2015年から、はい、立ち上げてですね、はい、現場にいろいろ伺って勉強させていただくという趣旨の、はい、現地調査というような言い方をしているんですけれども、フィールドワークという授業でして、それを学生の希望を取りまして、履修の申請ですね、はい、それでぜひ行きたいと、こういう授業を履修したいという子が、はい、手を挙げて、入っていただくと、やっていただくということで、はい、割と実は人気がありまして、鈴木先生の授業なんかもそうなんですけれども、こう毎年というか、抽選で、抽選で、結構人気がある授業になってます。はい、こういったちょっとあれですけど、こういう費用的なものはどうされるんですか。みんな学生さんはこう自分でアルバイトしたやつで払うとかって、そうやられるんですか。それもあります。学部からも、一部補助が出まして、全部まるまる学生の負担というわけではないんですけれども、でも意欲のある学生が多いですから、自分が多少こうアルバイトして頑張って、お金出しますという子が中心で、なるほど、やっていただいています。なるほど、はい、これは実りあるあれですかね、授業になるんですかね。そのつもりでやらせていただいておりますんで。はい、わかりました。はい、じゃあ小林先生、今回こういうふうにね、はい、3人で来られますよね。はい、でそういった時にやっぱり持ち分全部違うじゃないですか。そうですね。先生、小林先生はどういうあれで、はい、お父さんとお兄さんがいらっしゃいます。なるほど。私は同僚的な生徒の肩と肩を叩いて、お尻も叩いて、
しっかりやれよ街歩きをやれよって聞いてこいというふうな感じで接しております。ああそうですか、はい、非常に重要な役割重要な役割ですね。これ先生、あの鈴木先生あれですか、これあの単位を取るような形なんですか。そうですね、うん、これはあの前期っていうか1年間を通じて事業もやって現場も歩くということで非常にこう立体的な効果があるものだと思いますけど、うんうん、あ、そうですか、はい、であれですか、このレポートを出して先生が確認していい悪いってやるですか。そうです、レポートをきちっと出して、うん、皆さんのところにも製本して本にして出す予定です。そうですか、ええ、あ、じゃあ生半可なあれじゃダメですね。そうですきちっとやっておりますから。そうですか、はい、なるほどね。あの桜井先生あれですかね、はい、こういうふうにこれで 何回ぐらい、先生もうこれで勤めて何年ぐらいになるんですか、はい、あの本学には2010年に着任しましたので、うんうん、7年8年目になるでしょうか。なるほどですね、はい、どうですかね、その入って自分が思った時と入った時と、はい、現状ではどんな違いありますか、はい、そうですね、まあ、なかなかこう言いにくいと言いますか言ってください。いやいやいや、言いにくいというのはそのよくわからないという意味で、難しい面はあるんですけれども、うん、割とこう成績的には結構頑張って上がってきてるような印象はあります、はいはいはい、勉強の面では、はい、ただこういう授業を立ち上げたっていう背景にも少しあるんですけれども、うん、少しこう積極性といいますか、うん、あるいはこう対人でのフェイストゥーフェイスでのいろんなコミュニケーションみたいな部分が若干こう弱いというか、うん、少しおとなしめかなっていう印象があるんですよね、うん、そういった意味でこういった授業も含めて、うん、やっぱり現場に訪れて、うん、行かせていただいて、で地元の方といろいろ話をさせていただくとか、まあ今もちょっとやっておりますけど少し交流会的な部分でのいろんな意見交換とか、そういったところがこういった授業も含めてこうもう少しこう頑張ると言いますかね、そういう面をこう伸ばしていく余地がまだあるのかななんていうふうに思っていたり、やっぱりこうやってずっとやっているとそういうその課題みたいなのがどんどん出てくるって形になるですか。そうですね、あとは多少慣れというのも必要だと思いますの で、うん、ああですね、意外とやってみるとですね、うん、こうノリノリといいますか、うんうん、こう割とフランクにこう話せるようになったりとか、うんうんうん、結構学生はこう変わりますんで、うん、そういう意味で非常にこういった現場でのいろんな経験を、うん、まあ、させていただいて、うん、まあこうまあ、いろんな面でこう、まあ、伸ばしていくといいますか、うん、そういったところを期待しているようなところがあります。ああそうですか、はい、小林先生あれですかね、この今学生さんのお尻こうやってやるって言ってましたけど、まあ触るじゃないんだけどね、叩いたりとかってやる。で今私らもそうだけど、バスの中行ったり電車になったらスマホやったりとかいろいろこうやってやってるじゃないですか、うん、ね、そういったのっていうのはどうですかね、こう実際にこう外に出た時っていうのは。いや、その授業で、うん、教室の中でやるのと、はいはい、その一般社会の中でやるのは本当に違うんだよっていうことを、はい、その現場に出ている中で、はい、教えさせていただいているので、はい、全くもって、はい、教えてる方として恥ずかしい部分もありますが、はい、そういうところもビシバシ現場で恥をかかせて、はい、いい大人になっていかせたいなと思っております。そうしたらあれですかね、私らも受けるなんかいらっしゃいっていうのもそうだけど、じゃあ違うじゃないの、こういうのあれじゃないのって言わなきゃいけないってことです。ぜひ言っていただきたい。大変ね、そういうことを言わなきゃいけないってことですね。そうするとちょっとあれかな、修正できるかな、はい、鈴木先生あれですけどね、まあ、今回松代をっていう選んだ理由、まあ、これ松代次小布施っておっしゃってますね、うん、選んだ理由ってどういうあれなのかちょっと聞かせいただけますか。まあ、全国的に見てもやっぱり地域を自分たちの町を作っていこう、うん、自分の歴史と町の歴史を合わせていこうということでですね、うん、こんな取り組みをしているところ珍しいと思います、うん、まあ、私NPO ができる頃からここに来たりしてですね、はいはい、この住民ディレクターの制度も実は私紹介したんですよ。あ、なるほどなるほど。山江村っていうところなんですよね、はい、で住民自身がやっぱり自分の町をどうやって作っていくかということを取り組んだっていうのはですね、うんうん、まあ、ちょうど平成18年の時に市町村合併の頃に、はい、住民自身で自治を作っていくということですね、合併の時代も自分たちが主導権を握る、うん、今のやっぱり地域づくりとか町づくりって地域をこう今の地域創生で経済を良くしていくというのは自分が主導権を握れるかどうかなんです、うん、そういう点では
長野市と合併してもですね、はいはい、ずっとこう主導権を握ってこられていると、うん、まあ、そういう点が松代から学ぶところが大きいんじゃないかと、うん、まあ、学生にも就職活動にしても人生はですね、自分が主導権を握った方がいいよというそういう勉強になるんじゃないかなということで来たわけですよ。あ、そうですか、はい、あ、じゃあ重大ですね。重大ですそうですか、分かりました。まあ、いずれにしてもその松代もですね、いろいろとその横のつながりっていうんですかね、社協であったり、ね、先ほども交流会で社協であったり、あの市の職員であったりとかね、まあ、個人的にジュエリーもやってる方もいらっしゃるとかね、ゴールドマッスルクラブのね、おもてなしみたいな形で結構あの昨年なんかも真田丸の関係でね、おもてなしなんていうのを結構あの 実体験みたいな形でですね、いろんな方に体験していただいたりっていう形が結構ありまして、まあ、それはまあずっと2010年から引き継いでやってきてるんですけどね、先ほど言いましたけどもやっぱり年齢的に、今まではあの60歳定年だったので、だからね10年やって70歳ぐらいってなるんですけど、今65歳ぐらいまで仕事みんなやってて、下手するとあのそれから以後もやってるような形なので、やっぱりあとあのなんですかね、続けるっていうのがなかなか難しい問題があってですね、できましたら本当にそういう若い人たちにそういった現状を見ていただいて、あの実際にボランティア活動って、まあ、実際にやらなくてもあのなんて言ったらいいかな、ちょっとした地域の関わり合いだとか、まあ、学校の中でもねお掃除やってみたりとかって、みんなでこう固まってできるような形ができればいいかなっていうふうに思ってるんですけどね。そんな取り組みみたいなことは立正大学はどうなんですかね。尾道の話を尾道の話をしてみたら、尾道、うん、小林先生、尾道でやったこと、はい、空き家再生の実際を、あの、うん、この経済フィールドワークの授業で今回松代にお邪魔しているわけなんですけれども、はいはい、つい2週間前に、うん、広島県の尾道市に行って、はい、そこでも NPO さんの方々といろいろ街を歩いたり、うん、はいはい、加えてその NPO さんがあの空き家再生、うん、空き家を再生するプロジェクトをやっているんですが、うん、そこの空き家の中にある家財道具一式を何とかしてこう車も入れないような場所にある空き家だったでしたので、うんうんうん、人力で、運び出すというところに学生が実際にその取り組んで、はいはい、あ、本当に大変なんだと、うん、実感してもらって、うん、はい、でもやって大変だったのを感じられてよかったというふうに学生たちは口を揃えて言ってましたので、うんうんうん、そういった体験をさせることができたのは、うんうん、まあ、授業としても成功ですし、うん、あのもちろんあのその場を提供してくださった尾道の皆さんにも感謝したいなというふうに思っております、はい、あ、なるほどね、あの実際にまあそういう体験するってあるんですけど、鈴木先生、もうお三人なんですけど、あれですかね、学生さんって何人ぐらい皆さん3人で持ってらっしゃるんですか。実は我々3名プラスもう1名の教員が、はい、あの、はい、フィールドワークという授業、経済フィールドワークという名前なんですけども、はいはい、授業を担当しておりまして、はい、今年は全員で120名前後、130名だね、130名ぐらいの10コース延べで、あのそれぐらいの学生を担当しておりまして、一つ一つのクラスはあのまちまちですね、あの20名の学生のクラスもありますし、今回は12名、それから小林先生は何名ぐらい、まあ、20名を2つ、あ、そういうことでね、そういう形であの学生の履修の状況にもよるケースがあるんですけれども、まあ、延べで130名前後、あ、なるほどね、と、はい、いうことで学生の人数の構成になってます。なるほど、はい、これ皆さんあれ先生方はあの、まあ、顔と名前と一致するってこと、どうですか私は、まあ、町歩きセンターにいるんだけど、なかなかそういう面がちょっと疎い方になっちゃってて、あ、どなたでしたっけっていう話になっちゃうんだけど、いかがですかね。先生方プロだからある程度、まあ、名前ピッピッピッってこうにできるかなと思うんだけどいかがでしょう鈴木先生。いや、なかなか思うの大変ですね、まあ、私も4つ5つのコースやってますから。あ、それだ厳しいね、そうするとやっぱり50、60人以上ですから、うんうんうん、なかなか覚えることは大変ですね。なるほどね、ええ、まあ覚えるのも一つの授業の一環でしょうけどね。そうですねでもこれからあれですかね、あの鈴木先生もそうですけど、まあ、あの一通りこれからの希望っていうんですかね、どういうふうにやっていこうかみたいなお話、一通り、お話できればしていただければありがたいと思うんですけど、いかがですかね。そうですね、うん、やっぱり今の学生はあのなかなか社会の中で生きていく、そういうコミュニケーションの仕方とかですね、はい、からどういうんですかね、
あの地域社会との関係性なく育ってきているという点がありますので、うんうんうん、地域でやっぱり若い人が育っていくというのはですね、はい、大きいと思います、まあ、あの自分でやっぱりアイデアを出せる、はい、やっぱり自分の考え方を持ってたり、はい、それから計画を立てることができたりビジョンを作れる、うん、そういう人間を作っていかないと、うん、どうしてもあのどうですかね、自分の意思で物事を考えたりするんであって、まあ、就職させてください、はい、まあ、ただぶら下がっていくということになりますので、うんうんうん、まあ、そういう意味ではこういう事業をやっていくことによって、うん、自分の意思でそして自分の考え方で、はいはい、自分のアイデアを持っているということが、うん、まあ、こういう街づくりや街には重要じゃないかなと思いますし、うん、ね、まあ、学生にとっても大きなことだと思いますね。あ、なるほどね、まあ、飛躍のあれしてもらえればありがたい、ね、そうですね、やっぱり意図や計画を立てられないと街は変わらない、はい、まあ、皆さんのようにあのこの古い町を残してこう、歴史ある町を残してこうという意思がなければ残らないと思いますから、うん、まあ、そういう意思を持てる人間に育ててもらいたいなというふうに思いますけどね、うん、はい、じゃあ桜井先生、うん、ちょっと短めで何かございましたか、はい、僕は一つだけちょっと言わせていただければ、はい、あの学生に対するいろいろこう教育みたいな部分はたくさんあるんですけれども、はい、こういった取り組みの中でできればなんですが、はい、その地域さんに対しても、うん、お世話になる地域に対しても何かしらこう貢献というかですね、はい、多少のこう影響みたいなのが与えられたらいいなと、そのなかなか難しいんですけど、どうすればいいのかっていうのはなかなかこれから考えるのも、まあ実践やっていけば中とか生まれてくる可能性はありますね、はい、まあ、それは希望というかですね、そういうことですね、最終目標、はい、わかりました、はい、小林先生いかがですか。もうお二方で私はあの学生と一緒に地域の皆さんに、はい、の場所で学ばせていただきたいなと思ってます。あ、そうですか。はい。じゃあ、まあ、あの今 お話しいただいたことをですね、まあ、実践できるように一つ、まあ、頑張っていただければいいかなというふうに思います。まあ、ほんの一旦だけちょっとお話聞かせていただきました。今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。それくらい夏しろ、また見たね。